8月6日と9日に広島市と長崎市の両被爆地でそれぞれ開かれた平和式典での安倍総理の挨拶の文面が似てるとして一部から批判の声が上がっていると複数のメディアが伝えました。総理の挨拶はどちらも17分で構成されているのですが、そのうち12分は文言がほぼ完全に一致、4分は広島と長崎を言い換えた以外はほぼ同一で、残りの1分は表現こそ異なっているものの趣旨は同じでした。数字にすると全体の 93% が一致していたそうです。この件をガーディアン紙が記事にしたところ、海外巨大掲示板のレディットでも取り上げられ、大きな注目を浴びています。2000を超えるコメントが外国人から寄せられているのですが、そのほとんどが総理への批判を疑問視するものでした。寄せられた反応をまとめましたのでご覧ください。